今月19日に米国アトランタから韓国インチョンへと向かった大韓航空機内で韓国人夫婦が複数回にわたって大騒ぎをするトラブルがあったその対応について同航空のスタッフが消極的だったとの指摘も出ている韓国連合ニュースの26日付報道を環球網が伝えた同社は26日19日のアトランタ発インチョン行き A380 航空機内でビジネスクラスに乗っていた韓国人女性客が夫と口論になり大声で叫び出したほかトレーをひっくり返し本を投げ捨てさらには乗務員を力ずくで押したりするトラブルがあったことを明らかにした乗務員は夫をエコノミークラスに移す措置を取ったが女性が追いかけてきたことでさらに複数回にわたり騒ぎが発生騒ぎは3時間続いたという 同社は、この乗客に自制を求めるとともに、警告を発したとのことだ。しかし、同社に対しては、騒動時の対応が消極的すぎで、他の乗客に悪影響を与えた。乗務員は明確に対応し、騒ぎの再発を防ぐべきだったと責任追及する意見が出ている。これに対して、同社は、乗客が全く指示に従わない場合にのみ、スタンガンを使う。 当時、乗客は自ら冷静になれると判断し、使用しなかったと説明。また、乗務員は、女性客を鎮めるために、最大限の努力をし、夫の隔離措置をとると同時に、乗客に対して理解も求めたとした。同社は、この航空便がインチョン空港に到着後、直ちに現地警察と連絡。問題を起こした乗客も 27日に取り調べを受けるというネットユーザーの反応別に CA や航空会社の肩を持つわけじゃないが揉め事を起こす韓国人相手にはどんな対応をしたところでさらにひどい揉め事にしか発展せんだよ自分の正当性を訴えて味方につけようとするクネの悪口外交も同じ精神構造犬が溺れてたら棒で叩け俺は。 最終棟で若い銀行員とおばちゃんが路上で殴り合いの喧嘩をしているのを見た自分もソウルの路地で親父2人のつかみ合いの喧嘩を目撃したちなみに朝の8時スタンガンを常備してるのに驚いた居酒屋で韓国人の夫婦喧嘩を見たことあるがアホとしか言いようがないほど暴れてたなインチョンをトランジットで使うとこうなります スタンガンガって下手したら死ぬだろ逆にもっと強制的でもっと厳しい拘束とかの措置をとって他の乗客のためにやったことって航空会社側が言っても今回と同じように非難される結果になったと思うけどなスタンガンを使わないなら電気椅子でいいじゃない少しでも気に入らないことがあるととにかく汚い言葉でわめき散らす韓国の夫婦喧嘩は大抵家の外でやる パフォーマンスを見てもらうのが目的になっている。まあ、朴大統領の外交戦術と似たようなものだ。